はい、どうも、MK2 のワンシでございます。というわけで、今回は乃木坂46の話題ですけども、先日ね、卒業を発表しました若月由美さん。12月4日、日本武道館で卒業セレモニーを開催するということが決定しました。はい、というわけでね、12月4日ということで、あともう1ヶ月ぐらいですけどね、若月さん卒業セレモニーと、いうことで、セレモニーなのに武道館でやるっていうね、まあ、今の乃木坂で考えたらちょっと、日本武道館は狭いのかなっていう気もしますけど、まあ、卒業コンサートではないっていうところが、何か違うのかなっていうところもありますけどね。あとは、若月由美さんの卒業セレモニーってことですけど、農場さんとかも一応あったりするのかななんていう気もしますけどね。なんかその辺は、運営さんはどういう風に考えてくるのかななんて、思っておりますけどね。まあ、ちょっとね、料金は高めですよね。6800円ということで、どんな感じの卒業セレモニーになるのか。まあ、今までのね、若月さんのストーリーが全て入ってるんじゃないかなっていう気がするんでね。まあ、これは行けるんであれば行きたいっていうところがありますけど、まあ、いかんせん平日っていうね、学生さんにとっては厳しいよねっていうところではありますけどね。できればね、円盤化してもらって、しっかり映像で見たいなっていうのもありますし、あとは、そうですね、ライブビューイングなんかもあったら嬉しいよなっていう気がしますよね。まあ、おそらくですけど、行けない人の方が多いと思うんで、そういった意味ではね、ライブビューイングでもあったらまた違うのかなっていう気もしますね。まあ、そんな感じで、12月4日、火曜日ですけどね、行かれる方はもう最後ですからね、目に焼き付けて、ぜひね、見てきてほしいなっていう気がします。はい、そんな感じで、今回はね、若月由美さんの卒業セレモニーが決定したよという動画でございました。というわけでね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも、まっちでした。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。